你们好，我们是法兹。大家好，我们是嘻嘻哈哈。難しいです。発音が難しい。どうぞ。うん。大家好，我们是嘻嘻哈哈。あの、我、うん、我、我是日本人って、うん、その日本人、私は日本人ですの。是も難しいし、日本人、我是日本人っていうのがもうすでに難しい。ああ、ない発声の仕方だよね。下の使い方違うの。すごい難しいですね。でもすごい楽しいです。うん。唱的弹琴和打鼓，就是不管什么风格，就是基础。なんですか？僕はワンタンとか、うん、そういうの美味しいなと思いました。小籠包。あ、うん。小籠包美味しかったですね。うん、あとは俺ウサギの肉が好きでしたね。ウサギの肉とカエルとハト。うん、全部全クリしてたよ、ね、はい、あと辛いもの新鮮で食べたその海鮮は美味しかった、うん、海鮮も美味しかった、ね、うん、ああ、うん、ね、確かに美味しかった。結構俺はもうハイチュウだけで大丈夫です。ああ、但太多了。就傻瓜的情歌吧。哦，专辑啊，小河的那个，是他在转变的时候发生变化的时候思考的一张专辑。就是你这张专辑叫《折叠故事》。好的，吉他吉他吉他弹的不错，特别好，推荐你们听一下。我最近在听他们那个 Young Fathers 2023年的新专辑 ，Heavy Heavy， 觉得还挺突破的。谁和赫尔？对，谁和赫尔？耶。一番聴いてた、もう高校生の時とかは、うん、レッドホットチリペッパーズをめちゃくちゃ聴いてて、もともとベースをずっと弾いてたんで、うん、フリーを聴いてたんですけど、今思うとジョン・フルシアンデのメランコリックさというか、うんうん、ああいう、そう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 、うんうん、ああいうところに自分は割とこうシンパシーを感じてたというか、うんうん、今影響を受けてるんじゃないかなって思ってます。なるほど、はい。ベッドカバーかな、今は多分。もう個人的にファンカバーめちゃくちゃかっこいい。すごいエッジがあって、ファン、ポストファンクみたいな感じでもあるし、いろんな昔のなんか、歌謡曲みたいな。声を張らずにめっちゃ低い声で、すごい思想も強くて、個人的に好きな、アーティストじゃないんだけど、その文学者だって、その人も好き。だったから、やっぱその人の言葉とか言葉選びとかがすごい面白くて、なんかかなりドスの効いたベッドカバーですね。ベッドカバー。我最近痴迷玩这个我那个合成器，就以前可能没太研究，最近感觉就挺有意思。我最近在玩一个 Mother 32。我也是就在学那个古琴嘛。古说机，古机，还有 UX， 型号还有 UX， 研究设备，偶尔打打游戏吧，也不算沉迷，打什么绝地求生啊。ロケーションというアルバムからは、うん、まあ、本当にそのさっき話じゃないけど、うん、あのプロフェットを購入して、プロフェット PE08 かな、うん、それがやっぱ好き、未だに好きですね。なんか鳴らすと気持ちいい、こうローの温かみというか、やっぱアナログのそのあったかい音はすごい気持ちいいよね。実際実機で鳴らすと、そのソフトウェアじゃなくて、チーズウェーブが足されますね。うん、音楽的にも合ってるので、うん、聞くのもやっぱりなんかこうアナログで言うと、そのレコードとかもやっぱり一度こうデジタルとレコードと聴き比べた時あったけど、同じ曲を、うんうん、やっぱりね、こう音の奥行き感みたいなのとか、やっぱアナログにしか出せない雰囲気はあるなって思って、うんうん、そういうところとかやっぱり当たり前に聴いてると気づきにくいんですけど、うん、結構ね
の違いはあってすごくやっぱアナログのものは好きですね、我可能想画画吧，就是小的时候就喜就喜欢过两个事，就画画和音乐，画画就没有音乐之后就没画了，可能漫画家吧，也不是，可能还是想开个小店吧，就是可能搞点小演出和做饭，可能还是符合自己的。那没音乐咋搞呀？啊，对对，那就对找找饭馆，找四张桌子。我还给家乡当服务员了，刷盘子、端盘子，那就合伙呗，赶紧入伙。我打工人嘛，是吧？工地搬砖。どうなんだろうね。どうなんですか。まあ本当にしてきついというか、まあそれだけで生きてる人はやっぱりね少ないというか、日本でもね少ないですよね。確かにね。うん。ただいろんなそのサポートとかね、うん、作家仕事とか、うん、楽曲を提供したりとかね、まあうん、日本はまだある方なのかな、うん、あるまあ分かんないね、うん、海外とかも分かんないけどなんか、うん、そうねでもねいつまで続くかっていう保証は、うん、まあミュージシャン以外でもね個人事業主はみんなそうですよね。うんまあ、でもなんかあんまりこう振り回されてさその時代にやるのあんまり良くないなと思う最近、うんうんうん、そのよりかはその人しか出せない音楽をやってる方がすごくこう価値があるというか、うんうんうん、そういうところにみんなやっぱ集まっていっちゃうから、うんうん、結局そこでの競争率が激しいから結局それが似たような音楽になるからね、うん、中央集権音楽みたいな、なんかオリジナリティがあんまりないんだよね、そうだ、個性がなくね、うん、メンタル大事っていう、うんうん、確かに厨子，现在已经成了教练。他现在做饭时间比我多。我们以前，比方说去欧洲巡演的时候，对，因为想吃中餐，嗯，就因为有的酒店他带那个做饭都去朋友家，基本上都是家里厨子。他来找厨，然后我出去一般是拿导航了。那我觉得可能一个乐队，在巡演中这个比较明确，比方说有的需要订酒店这些，可能是我没有钱。妈妈是酒店啊，管钱，控制开销，司机对开车开心果，开司机对司机，去德令哈开车。何ですかね？誰ですか？みんなショッピングはするよ。ショッピングまあショッピング大器とか最近買ったものとか。服？あでも服はすごいね好きですけどね。いっぱいね、いっぱい。俺も結構なんかいろんな好きなことがたくさんあるから、うんまあ、結構料理が好きだったり、うん、あと自転車ロードバイクとかも好きだから、うん、それでこう富士山に登るレースに出たりとか、うん、そういうのは好きですね。パーツとかなんかこういじり始めると気になっちゃいますよね、うん、うんうんうん、まあ、酒ですかね。酒も大事。酒ですかね、うん。那你说的就去年巡演感觉快挂了，快叫120嘛，然后在重庆喝的时间有点长，可能有20多个小时在一直在喝酒。对，就最近我们去大连演出啊，喝了两天两夜，就30多个小时，这是连续性，不是最醉的，反正每次应该想喝的话，见到喜欢的人，都会喝的。没有最多，基本都差不多，都会喝到比较多。反正在五星级酒店哪挺躺着的，在五星酒吧也睡着了，还被警察叫走。まあみんなでキスし合いますね。本当。本当に。ブチブチしますよ、ね。本当にやるしかないからね。本当に対バンするときに。対バン相手と思う。対バン相手でキスしますね。気をつけてください。